今回は Meet Your Art が主催している NEXT キュレーターズコンペティション2021受賞者へのインタビューです。ネクストキュレーターズコンペティション2021は現代美術の発展を担う若手キュレーターの発掘と育成を目的としたコンペティションで、受賞者には N&A アートサイトでの展覧会開催のほか、展示制作のサポート、多様な側面からのサポートで実施されています。本日は受賞者の一人であるキュレーター宮坂直樹さんへのインタビューです。また本日はコンペティションに審査員として携わっていただいている山峰純也さんにも来ていただいています。まず宮坂さんに今回の展覧会のテーマ、コンセプトであったり、キュレーターのこうなんかこう思いみたいなのを教えていただけますか？テーマは特に決めてやらないっていうふうに思ってたんですけど、はい、なので、まあ、アーティストを選ぶところを、に重点を置くというか、まあ、なんかステートメントの文章を置かないとか、何々を見せないとか、具体的には作品と作品に使われている素材の表記、作家名、タイトル、展覧会名以外は全部排除しましたっていう感じです、うん、確かにあの情報がほぼないっていう、普段だったらあの展覧会行くと解説がね結構至るところに作品ごとにあったりとかすると思うんですけど、今回それがないんですよね。そうですね。あの山峰さんにこの展覧会評価されたポイントみたいなのをお伺いできればと思うんですけれど、もともとその展覧会自体にメタ構造を持たせようとしてたっていうところが、うん、あの 評価というか面白い視点だなっていうことと、まあ、エントリーしてきた時のテキストを見ていくと、うん、その現状 その美術の在り方、アートのシステム構造に対する批評的な眼差しというものはすごい今見え読めて止めるんですよね、うん、はい、でそれと、まあ、ご自身もまあ作家としての部分というのもあるだろうし、空間に対するこう意識の向き合い方というものが出来上がってくる展覧会 その何ですか、美的なのところの側面でのクオリティというのが、まあ、書類上からもかなり読め取りていたので、うんうん、なのでそういう点で言うと、まあ、出来上がってくるものは間違いがないなっていう確信はありましたね、うんうんうん、あのまあ、受けてみて、それでまあいろいろコミュニケーションしたりとかしてみて、こうやって出来上がってみて、その過程の中でこうどういうことをこう感じてたりとかしてたのかみたいなで聞けたらいいかなと思ったんですけど、まあ、メタ構造っておっしゃいましたけど、うんうん、ある種そういったものを形にするときに、まあ、いろんな段階でやっぱ矛盾が生まれてくるので、実際に展覧会を作ろうとしないとここでも矛盾が生まれるのかっていうのは分からなかったですし、やっぱあの最終的にも抱えたまま終わるだろうなと思っていて、そういうふうには、まあ、今のところ なってるのですごい勉強になりましたっていう感じです。ただ実現するべきポイントはできたかなとは今のところは思ってます、うん、はい、展覧会としてすごく美しいし、まさにこう、マテリアルディフェレンテーションっていうことを、まあ、想起させるようなその、まあ、素材性としてのこう2人のコントラストっていうのがすごく現れているので、そこでまあパシッと伝わってくる部分がすごくシャープにあるので、展覧会自体としてはすごく成功してるんじゃないかなっていうふうには思います。今回 あの、はい、お二人作家選ばれてますけれども、はい、なんかこう経緯ですとかどういった作家の方々かっていうのを少し教えていただけますか？僕が普段アーティストとして活動しているときに、アーティストの側に所属するものなのか、作品そのものの側に所属するものなのか、あるいは感謝の側にこう所属するものなのかっていうふうに便宜的に分けた時に、自分はその、ま、あのパーセプションですとか、感謝がいかに作品を見るかっていうところから、理論を作っていってるんですけど、今回
の展覧会に参加した2人のアーティストは、僕から見るとですけど、その作品そのものの側に所属する視点を大事にしているような気がして、自分から遠い思考で作品を作ってるなと思ったので、自分の中でそういう視点から展覧会を作ったらどうなるんだろうっていう興味もあって、その2人の作家を選びました。今回の作品は宮坂さんと話をしている中で、なるべく、あまり語りすぎないものっていうところで意識していて、僕の場合いつも素材を、各地というか、いろんなところで採取してくるんですけど、割と身近にあるもので、なるべく実験的に今回使いたいなって思うものが多かったので、それを組み合わせていったっていう感じですね。で、こういう2人展でやるっていうこと自体も僕の中では初めての経験だったので、アンヌ・シャロロット・イベがどういうふうな作品を持ってくるのか、どういうふうに空間の中でお互いが交互できるのかっていうのを、想像しながらやっていったっていう感じですね。Mon travail est basé principalement sur l'expérimentation des matériauxet des espaces, comment les deux dialoguent ensemble et à travers la transformation des matériaux, à travers l'agencement des espaces et la perception que les spectateurs peuvent en avoir, qu'est-ce que ça transmet sous des formes narratives, sous des formes de perception, des formes abstraites dans l'espace, etc. Ils sont réalisés en tubes de plexiglas qui contiennent cet acide, et les parties qui touchent l'espace, l'acide est coloré grâce à la réaction chimique du matériau qu'il touche, en quelque sorte. Donc, par exemple, les parties qui sont fixées sur des éléments en acier de l'espace prennent une coloration verte parce que la réaction chimique de l'acier avec l'acide donne un liquide vert. Donc c'est une réaction chimique qui est faite par rapport au matériau in situ. Les parties qui touchent le béton, par exemple, du sol, sont une coloration jaune foncé parce que c'est la teinte naturelle que prend l'acide avec sa transformation chimique avec le béton. Il y a un troisième matériau qui intervient, c'est le plâtre au niveau du plafond.Et la transformation chimique entre le plâtre et l'acide donne une couleur jaune clair. Et donc finalement, c'est à travers ce chemin-là, c'est peut-être qu'en regardant bien les formes, même si on ne connaît pas ces réactions chimiques, on peut avoir une idée. Oui, on peut découvrir que les parties qui touchent l'espace, en fait, se colorent différemment, et on peut peut-être en déduire qu'il s'agit de...la matérialité qui est en dessous des peintures de l'espace, qui est révélée comme ça d'une manière un peu poétique à travers les couleurs. なんかこう組み合わせにもこう何か意図とかはあったんでしょうか。最初から全てが決まっていたわけではもちろんないんですけど、マテリアルっていうかその素材性みたいなのは前景化している展示だとは思うんですけど。それで、展覧会でのキャプションの表記も使われている素材しか ほとんど表記しないということで、直接空間の中で物理的に2人のアーティストの作品同士が触れ合っているわけではないんですけど、感謝の認識としてどの作品がどういう境界を持っていて、一つの作品として認識されるっていう、こと自体をぼやかせられたんじゃないかなと思っていて、それぞれ のマテリアルの中で海水ですとか酸とかっていう記述があるんですけども、両方とも、ある状態で見た時にはただの液体としてしか認識されなかったりするわけじゃないですか、それを見てキャプションを見ても判断が揺らぐというか、そういうような仕掛けはいくつか作れたんじゃないかなと思ってます。先ほどね、その
作品と作品の境界がこうぼやけていくようなことっていうのをおっしゃってたと思うんですけど、やっぱ僕もすごいそれすごい大事なことだなと思ってて、まあ、ぼやけたりとかこうし合ったりとか、まあ、こう境界が溶け出すみたいなことで、その作品と作品は個別に存在しているんだけど、やっぱりその作品が持っている影響範囲とか影響力みたいなものがあって、でそこがこう折り重なってきた時にハレーションしちゃうのかレゾナンスが生まれてくるのか、それは全く違う。でそこってキュレーションもそうだけど、作家同士もすごい話し合ったりとかすることの、そのコミュニケーションと理解の深度ですごく変わってくる部分だなと思ったんですけど、それをなんかまあどういうコミュニケーションをされてたのかとか、どういうふうにまあ想定しながらこう進めてきたのかなってちょっと気になって。もちろん最終的な調整は現場での、作品を置きながら の、対話であったり交渉であったりするんですけど、早い段階から やれることはやっておくということで、プランから大体の、アーティストの、希望を、作品をどのような作品にするかとか含めて、あと配置の希望を聞いていて、それをもとにもう一方のアーティストに投げてっていうやり取りを前段からやっていたっていう感じですね。でもやっぱり搬入期間中に大きく変化しました、事前のやっぱりリレーションコミュニケーションのリレーを橋渡しをしていくっていうことがだから多分ね、その現場でのコミュニケーションも全然どれめちゃくちゃ変わったとしても意味があるというか、そうですね、かなと思うんですけどね。2人だとすごいスムーズですね、わかりますもう一つその引き算というか、で極力こう余計なものを排除していくっていうことと、タイトルからそう攻撃させる部分がね、ともう2人がやってる仕事のあり方っていうものがすごくマッチしてるので、すごくそれだけ伝わる部分が十分にあるし、ある種想像力に委ねる部分みたいなものもねすごくしっかりされてるなと思ってるんですけど、そこのやっぱりそうすべきだっていうふうに引き算の側に、普段だったら情報型になっちゃう、それを引き算の方にした理由って他のところ、他のアート業界のアートの中で起こっていることに対してどういう気持ちがあってそうしたのかなって。他の展覧会との比較でいうと、例えば僕は展覧会見るのすごい好きなんですけれども、美術館とかの、展覧会を見ているときに割と、文章を最初から読まされて、疲れてしまう時があって、もうちょっとその空間の中の、作品そのものの言語から読み取っていきたいっていう希望があって、なので自分が作品作る時も、鑑賞者としての自分の欲望に応えられるようなものにしたいっていう気持ちが多分あったんだと思うんですけど、埋めてしまう、事前に埋めてしまわれているものから読み解くのか、そこの思考の余地を余白として残しておくのかっていうことの選択っていうのはすごくね、難しいし、見る人によってやっぱ知識、前提知識の量も、多分アクセスできる情報の範囲も違うっていう中で、普段だったらある程度は平等に展覧会会場にはせめて情報がちょっとあるみたいな状態から、ここまで空白になってくると、皆さんどういうふうに反応されるんだろうっていうのが、そうなんですよね、気になりますよね、特に日本の場合はやっぱり説明を求められるとか、正しく理解したいとかっていう正しさとかが強いんですよね、なんで説明がないなんてっていうのはよくあるんですけど、でもやっぱりそのアートにおいて大事なことっていうのは、その観客の想像力を信用するとか、そういう他人に委ねる部分が出てくる、でそこがあって初めてその人が考えるきっかけになるんで、ただそこで預けるってことは意外と怖いことなのかなって思うんですよね、でそれをされてるので、非常に意義深いと感じてます、そうですね、そういった部分が本当に他の展覧会と違ってこの展覧会のユニークなところなので、ぜひそういうのも味わっていただきたいですよね、そうですね、
今回その余白部分を、うん、いろんなこう人たち批評家たちが読み解いて、まあ、テキストにしていくみたいなこうプロジェクトも走ってるんですよね。そうですね、複数の執筆者の方に、批評を書いていただく予定でして、批評もすごくやっぱ詩的なというか、うん、そうクリエイティブな部分がやっぱりあるなと思っていて、はい、そのこう一つの展覧会っていうものに対してどのようにまあ感受性を働かせて、うん、あるいは自分の知っている情報との掛け合わせ、まあ、例えば作品がミニマリズムがあるとか、うん、そのマテリアリズムっていうものがどういうふうに語られてきたのかっていうことと社会的な状況とか、うん、そういうことを踏まえてそれをどういうふうに関係づけながらこの出来事を人に魅力的に語り直すかみたいなことが批評としての、まあ、創造性なのかなっていうふうに思ったりするんですね。そういう意味では結構ねいい書き手たちがいるから楽しみですよね、うん、そうですね、ぜひそこまで含めて皆さんにも後でご覧いただければいいなと思いますね。ここの予定とか、うん、あ予定は4月の後半からパリで個展があるので、うん、そうですよね、はい、宮坂さん活動の拠点が日本とあとフランス両方で活動されてるんですもんね。あ、はい、ぜひ情報いただければ多分ここに今出せるんじゃないか。あ、本当ですか。はい、はい、思いますのでお待ちしております、はい、ありがとうございます。じゃあ今日は宮坂直樹さんゲストでお迎えし山峰さんにもお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。